ンポン。ついに完成しました。まるまるっとお通し薬。これを飲むと30分間人の本音が見えるようになる。これを使ってみんなを仲良しにします。お、ついなちゃん、どこ行ってたんや。無事でよかった。ほんまこの子動き回るから心配やわ。うちがちゃんと見とかなあかんな。マサ、急に何。本命はこっち。あかねさんとゆかり先生の仲が悪い理由を把握、仲直りの手助けをします。ああ、ほんまゆかりのやつ。ふむふむ、ミオ行かみたい。そのお団子頭、顔を詰めて深呼吸した。なんだお前、何ですか。どうしたんや。いえ、ほらほら、二人ともええ加減にし。でもこいつが、ゆかり先生の本音は、あかりちゃん、あかりちゃん、あかりちゃん、あかりゆー、くんくんくんか、くんくんくんか、すはすは、すはすは、いい匂いだな、くんくん。ゆかり先生かっこいい、あかり先輩かわいい、あ、すいなちゃんもいる、かわいいね、食べちゃいたいね、おい、おい、おい、大丈夫か。あれ、夢。ついなちゃん、もう心配させたらあかん。姿が見えないから探しに来たら、変な液体が散乱してて、ついなちゃんが倒れてたんですよ。薬、心配してた。さっきのは夢。おい、大丈夫か。もしかしたら熱でもあるんかな。熱測ったるから、ちょっとおでこかしてみ。パタパタ、大丈夫です。ごめんなさーい。なんか嫌われた。ピンポン。コイントス、表か裏を選択してください。当たれば100万、外せば罰金50万、チャレンジしないのなら10万あげます。さあどうする。どっちでもいいから100万ください。僕も出直せ。こういう時は期待値を計算するんだよ。おう、なんか頭いいっぽい。勝った時の100万と表裏の2パターンをかけて期待値は200万。バカが、1個目、100万欲しいな。お、コイントスやるか。まあそんなことは置いといて、話題の中心だろうが置くんじゃねえよ。やるなら貸しますよ。コイン、お前んとこそれ使って買い物してんの。はい、表と裏選んでください。え、じゃあ裏。はい、じゃあ行きます。待て待て、行くんじゃねえよ。何お前がコイントスしようとしてんだ、ボケ。裏ですね。表裏の判断どうなってんだよ。大当たり。当たったんかどうかわからんわ。じゃあ100万円、相当の私の顔をプレゼント。ふざけんな、ただの罰ゲームじゃねえか。しばくず、番長はどんな勝負にも勝つ。表や。ほほほ、ホイスラが楽しいですね。おい、来てよお前。はい、裏でーす。く、負けた。泣くなや。はい、50万罰金。君も私の顔をあげる。お前の顔プラマイ療養くよ。これじゃあうちの活発音やろうが。でもほら、表情が違う。わあ、私の周囲めっちゃ笑顔。めっちゃ気づいてる。ふざけてんのかてめえ。プロスペクト理論とは、人は何かを得る欲求よりも失う時のリスクの方を大きく感じて行動を選択してしまうという心理効果のこと。きっとこの問いに対して皆さんの大多数は何もしないで10万を受け取るを選択したのではないでしょうか。これがメンタリズムです。ピンポン。ついにあれがリリースされました。あれ、何それ。イラストやワンピース。おお、すご。海賊王に俺はなる。声はまあ、うん、しょうがないね。いろんなキャラがいます。おお、すごい。ドン。背中の傷は剣士の恥だ。かっこいい。ドン。あんたがどれだけ強くても私の予報は外れない。かっこかわいい。ドン。男にはどうしても戦いを避けちゃならねえ時がある。仲間の夢を笑われた時だ。このシーンは熱くなったな。ドン。アフロにしたらパンチ力増したわ。待てや。はい、あれ、うん、ロビン、どこ見てそう思ったの。ワンピースごっこしよう。先生ゾロがいい。じゃあ私ゴッドエネルやる。そこ、エネルとゾロならあそこやろ。空島でエネルにやられたロビンをゾロが抱えるとこ。注文細かいな。じゃああかりちゃんは一番似合ってるロビンね。分かっとるやない。だからこれ地名つってんだろ。うらー。じゃあ女だぞ。男だろ。見れば分かる。めっちゃ驚いてる。ほら、敵追加して。何の注文だよ。コンチは。じゃあよろしく。え、君クロコダイルね。ええ、ボールフィーじゃねえか、クロコ。あ、これはワンピース知らない人だ。あかねちゃん、クロコダイルは敵ね。はぁ、あ、知っとるは余計なお世話や。うわ、なに、うねえ、なぜそっちの方向に行った。ほら、ここで攻撃してるから、それを使うんや。うっさいな、今やろうとしてるやろ。暗いボケ、ナイキアタック。やめとけ。ちょっとお姉ちゃん黙って。うお、なんや、青い邪魔しな。無駄に耐えるな。俺たちは人体を超える技を体得している。人体を武器に匹敵させる武術、略式。なに、ガチの人。六王が、六王が、六王王王が、ここにいると、殺しさえ正当化される。なんちゃって、てへへ、あ、あおい、あい。ピンポン。チャンネル登録者、2000人突破おめでとう。何騒いどるんや。あ、ねえ見て見て、ゆかり先生のチャンネル登録者数が2000人突破したの。は？あんな奴のどこがそんなにええんや。ねえ、お祝いしに行こうよ。絶対嫌や。お願い。嫌や。なんでうちがあんな奴を。キャー、あーや。お姉ちゃんは一緒に行ってくれないって言う。ああ、泣くな泣くな。行ったるから。はい、切り替え早すぎ。じゃあ
準備しよちょろちょろ。もしかしてちょろいって言っとる？いっぱい準備した。ごめん、それ大丈夫なやつ。ジョークグッズ。ジョークで済まなそうなやつあるやん。そして目玉は、スーパー特大ケーキ。これケーキ入刀用のやつやろ。ガチの目玉。おいなんだあれ。じゃあ、ウェディングケーキよー。大丈夫やろか。どうした急に止まって、定額下がってるんか。それならうちが扉開けたるわ。こんちは。また来たんですか。やかましいわ。今日はうちじゃなくて妹がお前らに用が。あれ？おい、葵。おい、葵。おい。葵がいない。どうしたんこれ、ウェディングケーキ？え、あ、いや、あかねちゃんが持ってきたんか？違うわ、いや、確かにうちも持ってきたんやが。なぜに？ええやろ、別にあんたらのために持ってきたわけやないわ。ツンデレ？違うわ、あーめんどくさい。いいかつてお前ら、うちはこいつらの活動を祝うためにこれを持ってきたんや。チャンネル登録者、2000人突破おめでとう。おう、ありがとう、あかねちゃん。ありがとうございます。お疲れ様お姉ちゃん。どの面下げて戻ってきたんや？うん、ごめんなさい。あ、そうだ、これ先生へのプレゼント。お姉ちゃんから渡して。は？自分で渡せばええやろ。恥ずかしくて無理だから。早く。じゃあなんや。ああ、なんや。とりあえずおめでとう。はい。あなたからプレゼントなんて怖いんですが。いいから受け取れや。もう、ありがとうございます。おい、まあええな。何入っとるんや？開けてみせてや。ま、大したもんやないが。うちの妹がお前の喜びそうなものをしっかり選んでいたから。大切にしや。しょうがないですね。どれと。おま、これジョークグッズの箱やん。ごめん、間違えた。何してくれとんじゃ、おらー。ぬぐ、やかましいわ、アホ。引っかかる方が悪いんや、ボケ。はい、プッチン。今、こめかみプッチンしました。なんややんのか？ほらー。